手につかめぬものなし。この国は弱い。国が富、兵が強くなくてはならぬ。ではこの国を一つにする。見ろ半兵衛、あれもこの国の病の一つだ。この国の病。行くぞ、我らの目的のために。小僧、我が軍に降伏せよ。さすれば我も手荒なものにせぬぞ。小釈だ、浅井軍は正義を貫く。ならば仕方あるまい。行くぞ本兵。了解した、秀吉。浅井長政は城にいるぞ。各地の砦を占拠し、浅井を誘い出すのだ。豊臣よ、刮目すべし。人として生まれ受けた金、今一度取り戻せ。まずは一つ、残る砦は三つでござる。長政様、砦が。恐れていたことが。どうやら浅井は降伏しそうにないね。仕方ないも、従うのならば容赦せぬ。貴様の信念を見せる時が来たぞ。諦め許さん、消えうせよ。なんたること、正義が破れすのなど。長政様が怒ってる。一応どうしたら。私を侮辱する気か。許さぬ。やめて、長政様を怒らせないで。進め、悪の軍団を落ちた。さ
つ目取ったり、この調子で残り2つを。貴様ら、はい、それでも断りの戦か。一、機運に泣くか。少しは楽になる。秀吉様の言う通り、私は苦しい。だけど、あなたは死ぬから、また一歩、一を死に近づく。あの人よ、あの人が全部悪いの。刮目すべし、相手は一人よ。邪魔を、我、回転貫通戦。あなたなんか、生まれてくれてれば。ごめんなさい。イチ、メソメソと泣くな。逃げろ、あいつに捕まるな。イチのために頑張って。ヒイ様のお願いなら何でも聞いちゃうぜ。長政、欲は不思議でならないよ。決して敵わぬ相手になぜそう牙を剥く。己豊臣軍、思いは私をそうあざけるとは。わめくな小僧、力を伴わぬ義は無謀なり。やれ、あれの軍団に断りの戦が負けるはずがない。その命を我が国の礎となれ。くじ、今ならまだ選べる。我らは聖なる主のため。邪魔をくそ、あいつ、いいやつだったのに。一、お前も我に従わぬ。今ならまだ許してやる。死に急ぐな。お優しい。よし、囲みよ。貴様の正義が試されているぞ。ご覧あれ。囲みよ。Come on!
死の罪。邪魔だ貴様。死なすつもりはなかった。よく私は一応秀吉、こんなところで止まってどうするんだ。認めるぞ。私は間違っていない。まず犬千代様、我ら二人を邪魔する者は馬に蹴られて地獄に落ちる我ら最強夫婦。犬千代様、敵襲にございます。よし追い返すぞ。ここはとてもいい場所だよ秀吉。豊臣軍の拠点を置くのに最適だ。よし、ここに手に入れ。ここは前田の領地だ。お前たち帰れ。トシリア、僕たちはこの地が欲しいんだ。手荒な真似をするつもりはないよ。ここは前田の領地。前田家と松はそれがしが守る。松と前田家はそれがしが守る。俺が一人守るため、我と戦うという。かような軟弱な心で、我は倒せんぞ。下がれ。戦は女小僧のものではない。いいえ、女にもできる戦はござりまする。おら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 、やっちまえ。そう思わない。前田の兵は犬千代様の宝。松目が力の限り守ります。ない。女に何ができる。泣くなよ気じゃないよ。豊臣様、人を慈しむことを知りませぬか。壊すばかりでは何も生まれませぬ。我が産むは破滅ではない、創造よ。我らが大将が活躍ぶり、おとりを聞け。いかがなさいましょう。頼むわ。刀なら死にもならぬ。犬千代様、
どうか強く臆して足が俺の庭に土足で踏み込むとはいい度胸だな。おい、やるぞ。豊臣を歓迎してやんな。さて、どうする秀吉。聞くまでもない、全身あるのみよ。俺と何だろうか、仲間が。おい、取ってみんな。食べんなどいらぬわ。ただ進むのみ。海賊を甘く見てると痛い目見るぜ。こんな戦はただの通過点だよ秀吉。分かっておるわ。我は止まらぬ。今こそ海賊の王を返す時だ。てめえの行き先は深海の淵だ。砂山に作った城ぐらいでいい気になんなよ。ちゃんと海に流してやる。安心しろ。中の作品を表せるのは得意か。さあ、どんな芸を見せてくれるってんだ。生ぬるいヘラズ口よ。兄貴、見ただろ。その最新の手よ。おもちゃに頼った力で我を倒せると思うな。元近くん、君が見ている世界はとても狭い。もう少し視野を広げることをお勧めする。お宝がないなら命いただくしかないぜ。ここは君に任せても大丈夫だね。我を信じろ。なるほど。死の利は我らのもんだ。死の利に頼ったところで俺に肩鳴らし。これでそうだ。大将の器を知れる。バカな、俺らの技術の結晶が。なんて悔しがる。そこへ量ってのは流れを読むんだよ。今すぐ逃げろ。冗談じゃねえぞ兄貴。俺たちはどこまでもついていきます。まだまだ余裕といった顔だね秀吉。敵将が赤子のごとく。さすがは御大将。我の前に立ちはだかるとは。噂以上に怖い。
nice. そう、近いぜ。臆して足が動かぬか。臆して足が動かぬか。これだけの水軍、毛利に持たせておくのはもったいないよ。俺も水軍が必要だと思っていたところだ。目に物を見せてやる。皆乗り込め。皆の者、一兵たりとて船に乗せるでない。お隣君、君なら分かるだろう。君よりも秀吉の方が水軍を有効に使える。愚かな、貴様の思惑通りには行かぬ。毛利軍の矢は全てをうがつ。秀吉様の作る国、俺たちも見たいです。情けなし、采配を振るうのままならぬ。乗船できたぞ、一番乗り。ただ力任せの攻撃とは笑わせる。野蛮さが我が知略に勝るとでも思うてか。力に敗れる策など知略とは言わぬぞ。おいら、やったぜ。船に乗ればこっちのもんよ。お前に教えてやる、我の時代の作り方を。貴様から得ることなど何一つない。敵だ、敵が来たぞ。早く船に乗れ。早い、毛利軍がもうここまで。進むのみ。これしき我は幾度となく乗り越えた。まだ半分、これじゃ高松城は攻められないぞ。愚か者が、奴の一族に処罰を加える。元就様、お役に立てずお許しください。我が隊乗り込み完了。後続隊急げ。拙者の死も策のうちか。耐えろ、秀吉様がきっと来てくださる。ここは君に任せても大丈夫だね、秀吉。我を信じよ。これでそうだ、大将の器が知れるわ。あと少し、あと少しで出航できるぞ。
己の策に溺れるか。開いた穴は大きかった。血迷った。我の先に穴などないよ。ナイス。といった顔だね、秀吉。なんたる無様な使えぬ者どもめ。もうよい、我が出る。貴様の蹂躙。お隣様の知略にかなうと思うてか。秀吉、こんなところで止まってどうするんだ。来たか豊臣、計算通りよ。黙って水軍を落とせ。命だけは助けてやるぞ。所詮暴れも駒は一つ。秀吉、明智が織田に謀反を働いた。ついに時が来たか。逃げる狐は追い詰められる。宿命よ。天王山に明智光秀はいない様子。今のうち山頂に陣を引きましょうぞ。ようこそ。ここはあの世とこの世の境道。秀吉様のお作る国、俺たちも見たいです。この国が…我らを縛り付けて離さぬ者は、まことの共犯。この国が…様に殺される軍は確かに。あんな奴がいるなんて聞いてねえよ。光秀様が国のため笑っている。出てきたか。先に山頂を取ってくだされ。明智よ、あの男を恨みたそうだ。それが何か、あなたに関係がありますか。お見事、門を抜きました。恨み、我らの光秀様には逆らえぬのだ。さしみよ。高松城からわざわざ会いに来てくれるとは、さぞかし大変だったでしょう。
初めからあの男を裏切る気であったのだ。このままでは拉致が開かん。この国がダメ。明智論命、予想以上に進行速度が速い。もう心は決めた。我ら地獄までお供するのだ。Nice. あなたの目的を。ここに来たのも全て計画のうちだとね。貴様はバカではない。だが賢くはなかったよ。それに気づかねば楽に死ねたかもしれんぞ。光秀、さあ、楽しみましょう。命をかけて。秀吉、あなたもお好きでしょう。11日待っただけでもありがたく思う。その目に宿る鋭き光。血の池地獄だ。今行きましょうか。臆して足が動かぬか。見よ。我が最後にして最大の敵。サルガ。この国を死に至らしめる最大の病。これならよ、地獄に帰る時が来たのだ。山田が戦場に紛れたか。行くぞ。我はこの時を待っていた。安土城を訪れた貴様の不運を呪うがいい。討議開始。信長様、ご覧あれ。第一討議開始。決着完了。これが我の時代か。第二討議開始。システム抜き。
着完了。この秀吉の第三攻撃開始。我回転貫徹戦。お前ごときがここまで来るとは。我の作る王
先は地獄か。魔王お前に天下は取らせない。我が見据えるを見よ。天下などその通過点、肩慣らしにも。あの人の邪魔をするのならば地獄に落とす。地獄に行くの魔王に見せられた貴様の方へ。ついに古き時代が終わる時が来たのだ。とでもなく、までもなく、先に続くは己のみの道。国の末さえ見えもせず、猿ごときが。信長よ、貴様は死に至る病。さあ、今こそ泣かせてみせよ。我は天才知恵、我が勝利は明星。我らは一歩たりとも引かぬ。引かぬぞ。イオが倒れるだと。魔王、地獄に帰るがいい。これでこの国は秀吉、君のものだ。だが、これは始まりに過ぎぬ。聞け！この国の強さを証明するため、世界を目指せ！世界をこじ開けよう！